けです。今回はですね、こちら、ロイヤル大会前回の動画見てもらったら、勝てたらわかると思うんですけど、20勝1敗まで来ましたと。いうところでね、こっから負けるまでやって、まあ、どこまでいけるかっていうのをちょっとやっていきたいと思います。現在世界1位が33勝2敗。あ、麦？あ、でも違う麦っぽい。麦の名前、そっくりさんかなって感じなんですけどね、ちょっとそこまで持ってきたいなと思うんですけど、13連勝でしょ。やっていきます。でね、前回使ってみた感じ、このロイジェデッキ、ロイジェギャングデッキと、あと、この枯渇デッキがね、まあ、手馴染んでていいかなと思ったんで、こちらの2種のね、右肘、左肘戦法でやっていこうと思います。まずは枯渇からやっていきます。1戦目、ポン！よし、やるぞ。さあ、ちょっとね、マジ、グローバル大会、俺最大本赤多分5位とかなんですよ。さすがに更新したい、マジで。頼むわ。ということで、ちょっと気合が入っております。いっぱいついちゃってるけど。さあ、これ、ボンバートルネっていうことは、おー、でもうまい。完封してきてますね。まあ、ここまで来ると、20勝まで来ると、なんか、相手も、ちゃんと、しっかりとして実力者っていう、あれはありますよね。てか、暑い。部屋が、暑すぎるんで、ちょっと一旦の、最近寒くなってきましたね、マジで。皆さん、夏と冬、どっちが好きですか？結構ありきたりな質問だと思うんですけど。僕、どっちだと思いますか？夏と冬。夏と冬、好きな方はね。どっちも！さあ、ここは、LJ クルー。これはテスラがないんで、しっかりとユニットで守っていきます。このテスラギャングのね、火力もね、バカにできないですよね。ここは、ボンバー。うまい。クラロワがうまい。さあ、ここは、どうしよっかな。ウッドかな。ウッド打って、プリン出して、イスピで、キング起動。完璧。誘ってました。で、これ、ゴルナイってことは、ダックプリがないんで、まあ、トルネ、警戒のバレルがいいっすね。範囲攻撃が今、ボンバー切ってないんで、大丈夫です。さあ、バレルからのギャングで。これね、トルネ、なかなか打ちづらいっすよ。こうやって内側に打つと、そう、バレルが入ると。オッケーオッケー。いいダメージ稼いできましたね。最低のデッキ分かりました。で、インドラが入ってるやつですね、これ。多分、うん、そうだ。で、ここはウッド転がして、まあ、削りつつの、ハシマイプリンはエレジェ相手にしないでいいですね。後ろからじっくり行きましょうよ。じっくり行きつつ、これね、どうしよっかな。まあ、バルキリーからか。バルキリーから入って、テスラ最後か。悩む。悩むら。さあ、プリン2発、でかい。あ、これロケットっていいな。これはロケット撃って、あー、それが強いわ、マジで。さあ、バルキリーに引き寄せ。オッケー。もう一回転。よし、悪くない。あー、それまずいっすね、普通に。あ、ロケット外したかも。危ねー。さあ、これ撃ってしっかり守っていって、なるほど、なるほど。あ、ギャング、そっか、むやみに出すと、縦線と違ってね、こうなるのがまずいっすね。うわぁ、これ。結構ゴルナイ入ってるか入ってないかだけでやばいな。ギャングに対して強すぎる、ゴルナイが。さあ、と言いつつも、勝ちます。ダメアド取られてんなぁ。あんまダメアド取られたくないっすよね。もうギャングは出さない。ギャング出さない。で、立ち回っていきます。オッケー。これダメージ入るね。さあ、ここも、あ、ロケットっていいな。ロケットって、メガゴちょっときついんでね。いや、いいよ、全然いいよ。さあ、テスラバルキリーして、ギャング、アイスピまで行こう。ライト来るから。よいしょ。アイスピまで行ってあげれば、まあ、守れるでしょう。ずっと必要だね。さあ、バレル飛ばしていって、トルネかな。これ一発入れ。オッケー、でかい。さあ、だんだん来てますね。さあ、テスラ先置き。これすることによって2周目テスラが置けますね。さあ、プリン出して、まあ、バルキリ合わせかな。で、ここは、アイスピからのバレル。トルネ使った後なんで、これあっさりますね。オッケー、オッケー。あ、やべえ、これギャング出しちゃった。ちょっと待って。ちょっと待って。いや、大丈夫。これ、ここで止める。OK。いや、OK じゃない、全然。いや、OK だな。あ、OK だ。バルキリ強。さあ、ここ、トルネでしょ。
テスラ置いて、あ、ボンバーか。これはバルキリーで不正で、これロケット打たないとな。いや、ライトニングはもう間に合わない。いや、間に合うかな。よっしゃ、危ねえ、危ねえ。いや、ライトニングもう打ってたもんね。光見えたわ。うおー。いや、でもまあ、勝てたんでよっしゃしますけども、なるほどな。ちょっと、そのギャング使い始めてまだ今シーズン間もないんでね。ゴールナインに対してのちょっと守り方っていうか立ち回りが完成してなかったな。甘いっすね。ギャング出すと良くない。2回もギャング出しちゃったもんな。1回目ギャング出して相当削られたんで、まあ、ゴールナイン持ちの相手に対してはギャングをあまり防衛で使わない。もしくは使うとしても真ん中にギャングで寄せるような感じでやんないとタワーに進んできてしまうっていうのはちょっと覚えないといけないところですね。危ね危ね。いやー、ギリギリ勝ったっすね。さあ、ここはロイジェ使ってやっていこう。いきます。さあ、来ました。IC、よろしく。なるほど。ここは、どうしよっかな。まあ、ギャングセパ、初手ギャングセパって結構、多分丸いというか、硬いというか、安牌行為だとは思うんですけど、相手から先にやっぱ動いてきてほしいな。さあ、ギャングからのギャング。OK。行きましょう。相手のデッキをまずは、見極める。ウッド入ってるデッキ。なんだ?さあ、これウッド。俺も打ち返していって、この槍具を届けていく。アイウィズ?スケアイウィズ?クロスかな?今のところクロスっすね。遅延クロス。スケルトンウッド。アイウィズ。クロスでしょう。さあ、ここロイジェ出すと、相手テスラしかない。からのスケルトン。スケルトン引っ掛けたいな。あー、うまい。お、さあ、これマズネックからのスケキンのコンビネーション。お、これスケキンにバルキリー合わせなかったら逆サイ何で止めるんだい。コール。いや、これきついだろ。さあ、キング起動するけど大ダメージでかい。このダメージでいいんすよ、クロス相手には。クロス、いや、でもね、まだ足んないんすよね、実は。相手の終盤のロケット削りが、もう、1500とか余裕で取り返してくるんで、まだ足りないな。ここで俺が、2200だったらまだ安心できないですね。ウッドで削り入れて、まあ、ロイジェイ手札回ってきた。で、まあ、ギャング、削られてる側にウッド打たれたくないんで、少なめをギャングこっちに出した方がいいですね。どうしよう、これ。まあ、一旦トリトン出して、お!槍ごば入んのでかいな。さあ、これはスケキン出していくけど、多分スケキンにこれロケット打ってきます。ですよね。さあ、削ろいして、まあこれザッピーも出すな。ザッピー、おー、なるほど。あ、ここ来ないんだ、攻めクロス。来ても全然おかしくないと思ったけどね。さあ、ギャングセパー。さあ、ここウッド。これはウッドマズ、トリトンマズネクを右に作っていく。ここはファイブっすね。ファイブ打ってからのクロス相手には結論します。これ相手クロス回るまであと3枚ぐらい必要なんで、ロケット打ってきたら、まあ、逆サイクロス来ないんで、この後ろからの形作りで結構攻めていきますね。とりあえずこうしていって、ザッピーこうで、で、トリトンを出すのが大事。トリトンこっちっぽいな。で、マズネク。OK、完璧。スケルトンのタイミングでマズネクしっかり出していく。あー、スケキンスキル使ってくれたな。さあ、これ、右になんか来るんで、左ですね。で、ここはトリトンに対して、トリトンじゃねえわ。いやー、ウッドで、あー、右が入ってるわ。オッケーオッケー。オッケー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 。もう一発欲しいな。まあ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 。バルキリー?はいはいはい。
サスケ金出してザッピーでしょ。取るね。あーうまいな。いやただやりすぎたか。これ打ってくるから逆サイなんだよな。さあこう5打ってスケに打っと、よいしょ。さあ入るよ一発。おでかい、マジででかい。それもう一発。さあトリトンじゃねえわ、あいつ使わせる。これもいっちゃっていいな。なるほど、うまい。ただこれ逆サイ竹取る。いやこれはもらったっしょ。守ればいい、守れば。さあこれまず抜く。オッケーオッケー、ロイジェで攻め続ければ大丈夫かな。うん、これは呪文削りっすね、やるべきは。あーちょっと怖いなこれ。あでもこれマズネクで、おやばい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 、2回転余る。おー大丈夫か。あー大丈夫だ、ファイボでおしまいでしょ。よしオッケー。さあちょっとギリギリの試合が続きますがね、まあ、なんとか勝ち進んでいます。もうちょっと余裕に勝ちたいな、ここら辺なら。普通に相手がうめえぞ。さあ22勝1敗なんだかんだ言ってますがね、勝つ。このロイジャーデッキやっぱこっちにしようかな、ちょっと悩むな。まあこっちでいっか。さあ来ました。いやそういえばさ、最近使ってた香水が切れちゃってさ、なんか新しい香水でもちょっとずっと同じやつ使ってたから探そうかなと思ってるんですけど、なんか結局まあ自分で匂い嗅いで決めるんだけど、なんかおすすめの香水とかあればぜひ教えてみてください。教えてみてくださいってなんか変だな。教えてください、お願いします。さあホバリング、ホバリング嫌ですよ、こがつからしたら。いやどうしよう、おしまいバルキリー。あ勝とうこれ。バルキリー、あー考える考える考える、まあ、これ大丈夫だな。ホバがマジでねやばいんだよね。でプリン後ろから出しちゃうとそれにラバー合わせられるからそれ NG。 でギャング強いマジで、バケモンだろ。さあここは出す、プリンからの子。ヤナミ使った、きついよきついよね。オッケーオッケーオッケー、序盤にこのダメージでかいな。さあこれスケダラはアイスピだけで守って、これしっかりギャングでプリ守る。アイスピこれヤナメ使ってくれたら美味しいですからね。オッケープリンこっち向く、よし完璧今のところ。いやババしかないよ俺、あディガーか。ディガー上がる。完璧、ペリカンマジで。これねバルキリーにギャングつけるといい味出ますね。相手きついよ、オッケー完璧ですよね。さあスケドラ、スケドラが出てくる。うん、あこれは一旦いや。でまあヤナアメできたら使わせて、スケドラ使った後ヤナアメ使った、もうこれプリンも攻めに追加しておくて、こうしてで逆サイバレル、オッケー。これも2本折れるレベルっすよ。さあアイスピも、うわアイスピ飛ぶんかい。あこれウッド延命できる、できるよね、できないのかーい。できないのやばい、ちょっと待って、 やばくはないな、守れるよな。だってこれどう考えても、はいはいはい、これスケドラとホーバーに当たんじゃね、うっしょ。ディガーに、ああなるほどな、タワーに入ってからってすら。でこう全部タワー入ってからでいい、よし。いやこれ勝ったんでかいな。まあでもなんか相手がラバ展開してこないなら来週良さげではあったけど、いい立ち回りができたんじゃないかなと思います。さあ23勝1敗いや上がってきたね。ロイジー行こう、次はどうだ。さあ来ました、日本人の方ですね、よろしく。ね、いやなんかもうすげえ8戦ぐらいしてるぐらいちょっとの気持ちなんだけど、まだ3連勝なんだ。
接戦が多いから疲れるわ。ただこんなもんじゃ終わりやせんと。出たこれね、ギャングの天敵。ザッピーちょっと高めに出しとくか。タワー走んないでほしいな。でかい。レジャイかな。なんすかね。あー、レジャイっぽいな。ゴルナイ、タルババ大砲はレジャイでしょ。インドラ入ってるよな。お、なるほど。これさ、ザッピーあればマジ逆サイいけたんだけど、あーマジでもったいねえ。もったいねえってか、相手もそれも分かった上でやってんのか。え、それはこうでしょ。いや、そいつ引っ張るの。いや、でも逆に、え、めっちゃいい。めちゃくちゃにいい。お前、人工頭脳ついてんの。うわー、左折れてる。完璧ですね。いや、マジで嬉しい。これはまあ出してくるんですけど、受け止めた後の全てを許そう。てか、マジアチャなんだ。マジアチャまだ回ってないんで大丈夫。何の枠がマジアチャ？ボンバーとかか。ボンバーとかで本来入ってんのがマジアチャになってる。マジアチャに基本5打って、トリトンザッピーで守って、イモれるイモれる。これもいい。ガンイモです。こっから一本られたら負けるレベル。ただ、このエルジェンタイミングでロイジェイ行って、もうザッピー出してしまえば、素晴らしくなれる。さあどうする？うまい。クラロワがうまい。スケルトンタゲ取る。いやー、いいんじゃないですか。これタゲもしっかりと。あ、トリトン、トリトン、トリトン、ここで止める。よし、しかも範囲攻撃。スキキンの範囲マジぶっ壊れたよな。強いっす、強いっす、スキキン先輩。オッケー、いい立ち回りな。これギャングいいな。ギャングなことでさ、 LJ とかにもちょっと強くなってんね。そのギャングってスケブとかに比べてギャン、あのエリジェン強いから、トルネも使わせられると思うし、まあゴールナイだよね。気をつけるべきはゴールナイさえって感じかな。さあ4連勝いいね。まだまだこんなもんじゃないっすよ。でもランキングまで30勝までだから連勝できたらいいよね。10連勝いける。さあ来ました、ミニプニさん、よろしくお願いします。いやちょっとマジで、いやもうてか勝つしかない。本当に俺の情けない語彙を、バナーを綺麗にして、もっとかっこよく。ハシマイギャングってよりは、ハシマイギャング、ハシマイギャング、ケツギャングでしょ。ハシマイギャングしたくない。タルババとかで転がされた時、ナード取られてるか分かんないですもん。バクアドっすよ、バクアド。ハシマイウッドとかならいいんだけど、ハシマイタルババ、それにアイスピなんて出した時にはもうとんでもないですからね。さあバルーンはまあ基本ランバルとかならまあ相性いいんじゃないかなと思ってます。逆サイギャング吸ってる、でかい。ボーラーバルーンでしょ、このもう最近の感じ、最近の雰囲気。あ、全然違う。え、ガゴ、ランバーバルーンガゴ、面白い。マスク入ってるやつかな、面白い。深夜帯か、面白い。ってことはフリーザイ、スケルトン部隊やってんだけど、スケルトン、ちょっと待って、スケルトン舞台ランバーガゴバルーン。なるほどね。大体分かった。デッキ。ああ、メガナイト入ってんのか。全然分かんなかったわ。気づきませんでした。ただ。ディガ入ってないでしょ。ああ、防衛しちゃった。めっちゃキング起動しようとしてたんだけどな。防衛しちゃったわ。
まあいっか、過剰棒だけど、もうちょい守るってだけだったらもうちょいいい棒やったんだけど、まあいいや。プリセスここ出すと止まってくれるから、てかうまそうなスケルトン部隊先見えてんな。じゃあ俺も見るか。見られたら見る。さあこれ相手やなめあるんですよ。ってなると、ってなった時にガゴに速攻で、あーガゴ来ないか。さあこれやなめかな。おー、おいしい。あ、プリンここで出していいかな、ガゴ使った後。あー、テスラだな。テスラ低めの胴裁がいいですね。逆サイ来たらロケットで押さえて、胴裁だったらテスラに寄らせるっていうのがいいと思います。これはプリンはどうせやられる。プリンもう一周回したいな。あ、これ穴目くるんで、一発入るけど、うん、ちょっとまずいか。メガナイトある。エリアで取られてる。あー、攻め穴目がきついね。はい。オッケーオッケー。あ、オッケーオッケー。いや、いや、え、ちょ、テスラ残れ。やばいやばい、メガナイトなんか強いんだけど。てかアイスピをくれた。うーわやばい、しんどいこれ。ここロケットだな。オッケー、来るよね。いや、守れる、任せろ。よしよしよし。いや、それマジ。あ、オッケーオッケー。うーわ、スケブ相手がうまい。クラロワがうまい。なんと言っても。はいはいはい。考えろ。うん。ロケットもします。うわ、負けた。うわー、ロケットだ。いや、回んなかったよな。ガチか。あの、メガナイトだ。もっと上手けりゃ絶対勝てたわ。うわー、マジ？負けた？負けてんじゃん、もう！こんなんだから。はい。といった感じなんですかね。まあどうすかね。20勝1敗。まあ悪いね。ただグローバル大会本当に何が起こるか分かんないというところで、まあ引き続き頑張っていこうと思います。次はまあまたランキング入ったらでワンチャンありそうだったら取る感じにしようかなとは思います。ということで引き続きどうなるか楽しんでいただければなと思います。とりあえず今回は4連勝の1敗か。もうちょっと勝ちたかったな。てか、今の試合マジで悔しいわ。ここ、こうすればっていう。頭で分かってたけど、手がちょっと追いついてなかったですね。はい。引き続き頑張っておこうと思います。皆さんもグローバル大会頑張ってください。ご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。